どうしたの、そんな顔して。君が僕から逃げられるわけないじゃん。わざと逃がしてあげたんだよ。たまには広い場所で自由に遊ばせてあげようと思っただけ。楽しかった？僕は楽しかった。かりそめの自由に浮かれる君は滑稽で哀れで可愛くて見ていて飽きなかったよ。君は一生僕のもの。さあ、家に帰ろっか。どうしたの？君が僕に飼われるのは嫌だって言うから新しい飼い主を見つけてあげたんだよ。首は外してあげるね。自由？何それ。大切な君を野良になんてするわけないでしょ。新しい飼い主は君をどう可愛がってくれるんだろうね。僕を拒絶したことをせいぜい後悔するんだね。じゃあバイバイ。はい、削除。これも削除。君のスマホの中いらないデータばっかりだね。僕が全部消してあげたからもう無駄なものは増やしちゃダメだよ。じゃあ次は君の頭の中をきれいにしようか。ずいぶん不要なデータが多いみたいだからね。今から僕が全部削除してあげる。残るのは僕だけ。それで十分でしょ。お前は本当に僕の機嫌を損ねることしかしないよね。悲しくしていれば少しは可愛げもあるのに。もしかしてお仕置きされたくてわざとやってるの？僕に蔑まれて心も体も踏みにじられたい。気持ち悪い。